中国東北部中国東北部とは中華人民共和国の東北側外縁に存在する地域である。歴史的に満州と呼ばれていた地域である。協議には遼寧省、吉林省、国立交省の東北三省の総称中華人民共和国における地域をブロックに分けた区分では東北区と呼んでいる。講議には旧満州国に相当する 東山省と内蒙古の東北部を合わせて指す。19世紀中頃の条約でも、新朝の元に残された内満州地域である。日本や欧米からは満州とも呼ばれ、第二次大戦前の中国においても同様であるが、現代中国語においては満州は満州族のことを指し、地域を指す名称としては使われない。地名としての満州は、 中国本土に含まれないという概念があるため、中国の一部であることを強調する中国東北部と言い換えられている。この項目では、第二次世界大戦後の状況について記述する。総人口は約1億874万人、中国の総人口の8%である。東北三省、東四名旧熱化省、外、満州中国の他の地域とは違い、 東北三省の住民は、遼寧、吉林、国立港の各省の住民としてよりも、東北人としての意識が大きい。この原因には、この地区の独特な歴史、風俗習慣及び、言語の一、沈関島と呼ばれる人口移動現象により、河北省、特に三島省からの移民が主に関係している。言葉は、大部分の人たちが、緩和方言を話し、ビン人は、 普通話の発音が最も標準的と言われ、ハルビン出身のラジオテレビのアナウンサーも多い。信用を中心に、東北緩和が、大連付近は、二川両領緩和が使われている。満州は漢族を主体として、満州族、モンゴル族、朝鮮族、オロチョン族、エベンキ族、シベ族及び、ロシア人等の文化集族に、日本、ロシア、 朝鮮の国家的風俗文化と言語が融合した多言文化圏に属している。多くの満州族文化と共に日本語、朝鮮語、ロシア語からの語彙と生活様式を吸収しており、語彙では、ここ、ドもえ、食べ物では、ロシア料理や朝鮮料理のキムチ、犬肉食などが外来文化の影響を受けている。一般に、満州白菜を瓶につけた山菜に、 豚肉とジャガイモを入れて鍋で煮た料理は東北人が冬最も好む地方料理である。満州族から出たと言われるお菓子、シャーチーマーもある。東北地区起源の他の伝統文化に二人天、ヤンガー、吉劇、高速がある。東北地方の民謡に子守歌、東北ユりカ語曲もある。文化教育施設。 教育普及率と進学率は中華人民共和国の中で高い水準にある。そのうち、遼寧省の高等教育の普及率は中国で最高である。主な科学研究機構は、ハルビン市、長春市、新洋市、大連市に分布し、そのうちで工学機械、夜勤、軍需産業の研究水準が最も発達している。 新朝時代の満州は荒野が目立つ辺境の地であった。それは満州族の措置であるため漢人の入植が制限されたからであり、近代にはロシア帝国の極東進出にもさらされたからである。19世紀後半にはロシアの脅威を受け成長が一転して植民を促したことで漢民族の人口は増加し土地が農耕によって開墾された。日露戦争で勝利を収め、 その後の韓国併合も重なり統治下の朝鮮と地理的に接する南満州を得た大日本帝国は東北部を拠点とする軍閥の法典派を支援した。満州国時代になると日本から資本が投下され鉄道や発電所など近代的なインフラストラクチャが整備された。日本の傀来政権とはいえ安定と発展がもたらされた満州国には 日本人開拓団の植民はもちろん、当時内戦中だった中国本土からも多数の移民が流入した。その結果、人口が建国時の約3000万から約4500万に膨れ上がった。新京、宝天、ハルビン、吉林、父春といった近代的な都市が形成された時期でもある。第二次世界大戦後、1949年10月1日に、 建国された中華人民共和国の統治下に入った、あとは改革開放が始まるまで、中国随一の工業地帯として、同国の経済を支えた。現在の日本とも関わりが深く、日本に居住する中国人の3割以上や中国残留孤児の大多数は、東北部の出身である。日本で修学している中国人留学生は、この地域の出身者が最多である。 中国の中では、比較的親日的な地域とされており、日系企業の進出が多い地域の一つである。中国、長春の民族文化在留中国人の出身地は、遼寧省、国立高省、吉林省の東北三省で約35%を占め、これに台湾を加えると4割を超える川島悟ジャパンビジネスプレス2011.03、05掲載。 ありがとうございます。